うんうん、まずは次のステージに向けて頑張ろうね。君の力を借りて私たちもレベルアップできたらいいと思っているの。これからよろしくね。あら、のぞみ、エリー、もう来てたの？で、なんであなたが？なんでって、今日から手伝ってもらう約束でしょ？どうしたん、ニコッチ、機嫌悪そうにして。ニコ、もしかしてこの子のことをライバル視してるの？やだ、そんなことあるわけないじゃないですか。ニッコニッコニー、あなたのハートにニコニコニー。大銀河宇宙ナンバーワンスクールアイドルの矢沢ニコニコ。うん、ニコッチ、何か隠し事してるんやない？ニコ、何か不満があるならちゃんと言いなさい。別に。そうなの？あなた、ニコニーに会えるなんて過保物ね。感謝しなさい。そんなことはないけど。あなたに助けてもらわなくちゃいけないことなんてないに決まってるでしょ。ニコを見ればわかるでしょ。手伝ってもらわなくてもニコニーは奇跡の美少女スクールアイドルなの。大体ね、あなたスクールアイドルのことろくに知らないんじゃないの。そんな人に手伝ってもらうことなんてないんだから。ニコったら困った子ね。ニコはスクールアイドルには人一倍こだわりがあるから、手伝ってもらうことに抵抗があるのかしら。うちの想像やけど、あなたがスクールアイドルにどれだけ本気なのか、それを見せたらニコっちも考え方を変えるんやないかな。しつこい子ね。だから困ってないんだってば。それ本気なの？言ったわね。はあ、やるならもっと本気でかかってきなさいよ。じゃあ、あなたが本気かどうかニコが確かめてあげる。あなた、自分のキャッチコピーは？じゃあ、定番の自己紹介は？ダメ、全然ダメ。そんなことじゃ一人前のスクールアイドルになれないわよ。仕方ないわね。じゃあニコがお手本を見せてあげるから、あなたもついてきてね。ニッコニッコニー。はい、違う、もっと愛らしく守ってあげたくなる感じに言いなさい。ニッコニッコニー。はい、まだまだ。何これ、二人で何してるの？もしかしてニコちゃんのファンだったのかな？
これからはニッコニッコに1万回を日課にしなさい。それから自分のキャッチコピーも作ること。嘘でしょ？ミューズの手伝いに来たのに、なんであんなことやらされてるの？全部完璧にこなしなさい。そしたらあなたのこと認めてあげるニコ。にゃー、すっごい勢いでニコニコニーの素振りしてる。風の音がするにゃー。もしかして二人とも本気でやってるの？意味わかんない。会いたい。あなたのところに今すぐ飛んで行きたい。けれど私は囚われの身。あなただけのものにはなれないの。それでもいつかあなたが私を迎えに来てくれることを祈って、あなたのことを待ち続けます。ほら、こうやるのよ。あなたもしっかり自分のアピールができるようにならなくちゃ。それでもスクールアイドルのつもり？スクールアイドルの手伝いをするだけで自分がなることには興味がない。信じられないわ。なんでもない。え？今の言葉もう一回言って。うふふ、そうでしょうね。あなたもニコのこと理解してきたみたいね。ニコは誰よりもスクールアイドルを愛してるし、誰よりも愛らしいスクールアイドル。ニコ、うふふ、それであなたもニッコニッコニーの練習は進んでるの？そうね、練習が大変なのはわかるわ。でもそこから逃げちゃダメ。あなたにもわかるでしょ。信じられない。ニコニーの愛あふれる自己アピールに意味がないわけないじゃない。あなたニコのことを、ミューズのことを手伝いたいって思ってるんでしょ？違うの？それだったらもっと頑張りなさい。あなたに熱意があるのならちゃんとニコにも伝わってくるはずだから。それじゃあニコはもう行くからね。あれ、大丈夫？指つってしまったん？君に手伝ってもらっているのに変な課題を出したりして、ニコには困ったものね。そっか、本気なんやね。それなら私たちも止めないわ。その気持ち、きっとニコにも伝わっているはずよ。よく練習してるわね。あなたの熱意は伝わってきてる。でも、どうしてもわからないことがあるの。どうしてスクールアイドルをやらないで、手伝いをするの？だってスクールアイドルを好きになったんでしょ。だったらあなたもなればいいじゃない、スクールアイドルに。スクールアイドルになれば輝くスポットライトも歓声も全部自分のものにできるのに、どうして？
そう。あなたもちゃんと考えていたのね。でも、約束は約束。最後まで、あなたの熱意をしっかり見せてもらうからね。頑張りなさい。結局あれから、ずーっとニコッチが出した課題をこなしてたん？大変やったね。やるって決めたからには、とことん。君って、結構情熱的なのね。ここまでよくついてきたわね。褒めてあげる。さあ、あなたの特訓の成果を、みんなに見せてあげるニコ。ニッコニー。はい。おお、ニコちゃんそっくり。これをずっと練習してたわけ？意味わかんない。次はあなたのキャッチコピー。あなたのことを教えてちょうだい。輝きサポート。ねえ、ま、言いたいことはわかるけど、インパクトに欠けるかしら。会った時からあなたの瞳ってキラキラしてるなって思ってたの。だから小鳥はぴったりのキャッチコピーだと思うな。二人とも息がぴったりだね。簡単な気持ちでニコたちの手伝いをしに来たんじゃないって、あなたからはスクールアイドルに対する熱意と根性を感じたわ。よくやったわね、二重丸の合格ニコ。ニコはあなたのことを信じるわ。これからいっぱいニコたちのことを助けてほしいの。あなたがニコたちを一番近くで応援してくれるんだから心強いわ。でもニコたちをサポートするならもっともっと努力しなさい。ニコはいつまでも大銀河宇宙ナンバーワンであり続けるわ。あなたもずーっとついてくるニコ。ちょっと、そんな返事はニコが許さないんだからね。ニコのことをサポートしてくれるんでしょ。今まで以上にニコのことを知ってもらいたい。ニコ、これからはずっと一緒よ。ニッコニッコニー。すっごい、ニコちゃんが二人に増えたみたいだにゃ。うん、面白い子が来てくれてよかったね。ただでさえうるさいニコちゃんなのに、同じような子が増えて頭痛いわ。そうですか。こんなに理解し合える仲間が増えて私はとても良かったと思いますよ。まさかあのニコッチを鳴らせる子が出てくるとはびっくりやね。本当にニコったらずいぶん嬉しそうだったわ。あの子と一緒にニッコニッコニーの練習をして分かったの。この子は一つやると決めたことは絶対にやり遂げる子なんだって。そうやね、ニコッチに認められたい、ニコッチのサポートをしたいっていうあの子の気合を感じたよ。ああ見えて意外と根性があるのね。ニコがこれからもビシバシ指導してあげるわ。こらこら、指導するんじゃなくてニコがサポートしてもらう立場でしょ。まあそうとも言うけど、二人であれだけニッコニッコニーの練習をしたんだもの。これからのステージもきっとうまくいくわ。鬼に金棒、ニコッチにニッコニッコニーやん。二人とも勘違いしたらダメよ。何か？
あれはあくまでやる気を試しただけ。ニッコニッコニーだけじゃステージは作り上げられないんだから。確かに今までだってニコたちは楽しくって最高のステージをやってきたつもりよ。そこにわざわざ手伝いで入ってくるんだもの。今まで以上の最高のステージを一緒に作らなくちゃいけないの。あの子にとってもニコたちにとってもハードルが高い挑戦になると思うわ。ニコ、そうね、ニコの言う通りだわ。それでもあのことなら乗り越えられると思うから。そこまで言ってもらえてあの子も幸せ者やね。ニコとあの子の間には絆があるのよ。あの子がニコのことを信じてくれたように、ニコはあの子のことを絶対に裏切りたくないの。だからニコたちも頑張りましょうね。ニコのステージにかける情熱はさすがだわ。私たちも見習わなくっちゃ。これはニコっちだけの挑戦じゃなくて、うちらにとっても挑戦やね。任せてニコ。勉強にも同じくらい力を入れてくれたらもっといいんだけど。そこは二人に任せるニコ。あ、逃げた。もう。でもよかったわね、ニコ。朝カーテンを開けたら輝く太陽がニコを照らしてくれるの。一歩外に出たら柔らかな風がニコを包み込んでくれて、はあ、世界ってなんて素晴らしいのかしら。ミューズの合同ソロライブが決定したんだもの。当然でしょ。銀河のすべての生命体にニコのソロライブを見せてあげなくちゃ。気持ちは嬉しいけど、本当にあなたにサポートできるわけ？勘違いしないでほしいんだけど、ニコニコニーがうまくできるだけでニコのサポートを完璧にこなせるわけじゃないのよ。信頼してないわけじゃないの。信頼してるからこそ不安になるの。今までだってミューズはいいステージを作ってきたつもり。そこにわざわざ手伝いで入ってくるんだもの。あなたは今まで以上の最高のステージを作らなくちゃいけないのよ。でもね、あなたとならできるってそう信じていたいのよ。何か言いたいことはある？そうね、あなたのそういうところが気に入ったの。ニッコニッコニーが世界を救う。あなたいいこと言うじゃない。さすがニコが見込んだだけのことはあるわ。今度のライブはソロライブ。9人合同でやるとはいえ、今までみたいにみんなで足りないところを補っていくわけにはいかないわ。だからこそあなたのこと頼りにしてるわよ。ニコのソロライブを世界中、いえ銀河全体に届けていきましょう。思い出し笑い？顔がにやけてるわよ。世界中のファンたちも
あなたと同じことを考えてるでしょうね。あなたの認識はニコの大好きなクリームたっぷりパンケーキより甘いわ。そんな普通のソロライブで満足するようなニコニーじゃないんだから。それをこれから二人で話し合うんじゃない。ニコはみんなをあっと驚かせるライブにしたいわ。お化け扱いしないでくれる？違うわよ、意外性のあるライブにしたいっていうこと。いつもと同じだけじゃつまらないわ。イメージを裏切って大人路線で攻めてみるのはどう？何よ、ニコのこと子供だと思ってるの？もっといろんな魅力があるんだから。子供にはできない悪いことだってニコにはできるんだから。なんですって？バカなこと言わないの。くねくねじゃなくて大人の魅力であなたを誘惑してたんでしょ。もうどうしてニコの言うことに文句ばっかり言うのよ。でもそんなこと当たり前だわ。ニコはいつだってキラキラで可愛いんだから。ニコのことやっぱりあなたはよく分かってくれてるのね。あなたの言う通りにするわ。キラキラで可愛くてみんなの求める姿を見せてこそ真のスクールアイドルだわ。いつも通りだけど、いつもよりもっともっと最高のライブにしてみせるニコ。あなたの考えるニコらしいライブを聞かせて。ニコならではの最高に可愛いソロライブを作りましょう。じっとあなたはニコのことを可愛い可愛いって言うけど、ニコの魅力本当に理解してる？じゃあニコの魅力を100個言ってみて。ニコには魅力がいっぱいあるって言ってたでしょ。ちゃんと言って。適当すぎ。そうやってごまかさないでよ。ニコの目をしっかり見て。ニコの魅力はあなたに伝わっているの？そうだったわね。あなたはそんな子じゃないもの。そうだったの？あなた、どれだけニコのことを愛してるの？聞く、覗き見してたの？見られてたのね。ニコは可愛くて最高のスクールアイドルだけど、一度の練習で全てを身につけられるわけじゃないの。みんなに追いつけないことだってたくさんあるし、でも
練習して完璧なスクールアイドルになってるつもり。スクールアイドルの鏡。やっぱりあなたなら分かってくれるのね。みんなのハートを射止めるソロライブにしたいの。一緒に頑張りましょう。お疲れ様。明日のソロライブよろしくね。心配なのはニコじゃなくて、ニコがいないミューズのみんなのこと。みんなはニコがいなくて大丈夫なのかなって思っただけよ。それならいいけど。まさか、ニコが不安になるはずないでしょ。どうしてニコのことがわかるわけ。あなたに隠し事はできないわね。ニコが可愛く輝けるようにって、あなたがいっぱいサポートしてくれてるでしょ。そのことには本当に感謝してるの。でも、ニコしかいないソロライブ、どれだけ頑張ってもゴールが見えてこなくて。ミューズのみんながいない、ニコだけのソロライブで見に来てくれる人たちは喜んでくれるのかなって考えちゃったの。それは、そうだけど。あなた。そうね。ソロライブが近いからって、こんなに不安になるなんて、ニコらしくなかったわ。あなたがそばにいてくれてよかった。もうこんな弱気なニコは、卒業するわね。ニコのことを待ってくれているたーくさんのファンのためにも最高のソロライブにしなくっちゃね。終わったところ、衣装も髪型も完璧なニコニーよ。どうしたの突然。ニコは生まれた時からスクールアイドルで、生まれた時からみんなに愛される運命だったの。だから当然でしょ。決まってるじゃない。そもそも努力家だからじゃなくて、宇宙ナンバーワンスクールアイドルだからだけどね。さあ始まるわよ。あなたもしっかりニコニーのことを見ていなさい。ニッコニー、あなたのハートにニコニコニー。今日はニコニーのソロライブに来てくれてありがとう。みんな、今日はニコニーに会いたかった。
ニコニーも今日みんなに会えることを楽しみにしてたの。今日はニコのことだけを見ていてほしいの。絶対に後悔させない今から最高の時間を過ごしましょう。このソロライブ最高の時間だったわね。一人だけのソロライブだからあなたにはたくさんサポートしてもらったわ。本当にありがとう。最高のソロライブ、そこまで言うほどでもなかったですけどね。誰？でも、まあまあっていうか、そこそこ良かったですよ。ニコ先輩、お疲れ様でした。あんたは別に見に来たっていうわけじゃ、そう、たまたま通りがかっただけです。うん、先輩ったら最高っていうか、ほどほどに良かったって感じです。ニコ先輩、無事に終わって良かったですね。間違ってるわよ。ほどほどじゃなくて、宇宙一可愛いニコニーだけの最高のソロライブだったニコ。そうですか。カスミンだったらもっと可愛いパフォーマンスになったのにな。ありえないんですけど、ニコニーの方が可愛いんだから、カスミより可愛いパフォーマンスできてるに決まってるでしょ。黙ってないで、あんたも何か言いなさいよ。当然よ、ニコニーとカスミどっちの方が可愛いと思ってんのよ。先輩、カスミンのこと選んでくれますよね？ね？絶対ニコニーを選ぶに決まってるでしょ。はあ？ニコニーの可愛さがカスミと同じわけないでしょ。そうですよ、カスミンが一番だってはっきり言わないとニコ先輩には伝わらないんですから。なんですって？ちょっと待って、適当に選ぶのやめてくれない？圧倒的にニコニーが可愛いに決まってるでしょ。違います。先輩はカスミンが圧倒的に可愛いと思ってるけど、ニコ先輩に気を使って言葉を濁してるんですよ。なわけないでしょ。そうだ、さっきソロライブを見てて思ったんですけど、ソロ曲の中でこうやって腕をぐるっと回す振りがあったじゃないですか。それがどうしたのよ。ニコ先輩のパフォーマンスはちょっと体操っぽいっていうか、もっと可愛くすることができたと思うんですよね。そんなことないし、ニコニーの可愛さがちゃんと出てたもの。カスミなんてニコニーのパフォーマンスを真似できないんじゃない？ニコ先輩の方がダンスはちょびっと上手いかもしれないですけど、でもでもカスミンだったらもっとみんなを魅了できたと思うんです。それにニコ先輩、一曲目のウィンク両目閉じてたじゃないですか。なんでそこまで見てるのよ。たまたま失敗しちゃっただけでしょ。
先輩のこと好きだなんて一言も言ってません。ニコ先輩がカスミンと比べて見劣りするから目につくって言ってるんです。見劣りするですって？そんなのこっちが言うセリフなんだから。大体ね、ニコニーが宇宙ナンバーワンであることなんか、ずっとずっとずーっと昔から決まってることなんだから。ニコ先輩ってずーっと昔に生まれた人だったんですか？年の話なんかしてないわよ。だって先輩、カスミンの方がもっと素敵なライブができると思いませんか？もういいわ。あんたは後ろに下がってなさい。カスミ、あなたに決闘を申し込むわ。決闘ですか？来月このステージでライブ対決をするわよ。ニコニーのライブが宇宙の誰よりもキュートなライブだって分からせてあげるニコ。いいですよ、その勝負乗ってやります。私だってもう後には引けません。ニコ先輩に負けないパフォーマンスをしてみせます。そうでしょ、絶対ニコニーのソロライブを応援しなさいよね。ジョイントライブじゃないし、ライブ対決だし、次のライブでカスミをギャフンと言わせてみせるんだから。だったら何だって言うの？言われてみると、それは確かにあなたの言う通りかもしれない。でもカスミとのライブ対決は本気でやるわ。それに歌もダンスももっと上を目指していきたいの。そうすればカスミだってニコニーにはかなわないってことがわかると思うし、カスミにもニッコニッコにさせてやるんだから。あなたのおかげでニコのソロライブは最高のものになったと思ってるから、これからもちゃんとニコのことサポートしてよね。今からニコ先輩のところに行くんですか？行きませんよ。ニコ先輩はカスミンのライバルなんですから。ライブ対決はカスミンが絶対勝ってみせます。ニコ先輩に伝えておいてください。本当の可愛いはニコ先輩じゃなくてカスミンのためにあるんですって。先輩ったらニコ先輩のことばっかりなんだから。本当の可愛いはカスミのためにあるですって？面白いことを言うじゃない。本当の可愛いはニコのためにあるってことをライブ対決で分からせてあげるんだから。
のによ。そりゃ宇宙ナンバーワンアイドルのニコニーに挑戦してくるのはいい度胸だなって思うけど、でも挑戦するのってすごく大変なのよ。そうよ、きっと勝てるはずって自分のことを強く信じてないと挑戦なんてできないでしょ。もしかしたら本当は勝てるかどうか不安に思ってるかもしれないけど、それを見せない霞の姿勢はスクールアイドルとして認めてあげないこともないわね。せっかくのニコニーとのライブ対決なんだから、頑張らないなんて選択肢はありえないわよ。でも思いっきり頑張れば霞も得られるものがいっぱいあるはずよ。見せない霞の姿勢はスクールアイドルとして認めてあげないこともないわね。でしょでしょ、ニコほど素晴らしいスクールアイドルはいないわよ。まあ霞が何度挑戦してきてもニコニーには全然かなわないと思うけど、ニコも霞も本気でスクールアイドルやってるんだもの。お互いを知るためにはパフォーマンスするしかないのよ。勝負は正々堂々とドーンとかかってきなさいってところね。おう、やめなさいよ。そんなに本当のことを言ったら恥ずかしくなるでしょ。さあライブ対決に向けて今日も張り切って練習するわよ。待って、さっきのパフォーマンス動画撮っておいてくれた？最終チェックしたいんだけど。ありがとう。たくさんの人に最高のニコニーを見せてあげたいから、自分でも確認しておきたいの。くっくっく。そして明日のライブでニコの可愛さをかすみに思い知らせてあげるのよ。うふふ、ニコの可愛らしさを思い知らせてやるニコ。ニコ先輩、油断しないでくださいね。みんなの笑顔が見たくてずっと頑張ってきたの。ニコの気持ち受け取ってくれますか？ありがとう。今日は一緒に盛り上がりましょう。さあ皆さんご一緒に、みなさん、今日はかすみんのために集まってくれて本当に嬉しいです。かすみんと幸せいっぱいの時間を過ごしてくださいね。でしょ、ライブ対決は完全にニコの勝利に行こう。はあ、圧倒的でした。圧倒的なかすみんの可愛さでした。何言ってんのよ、拍手の多さとみんなの笑顔を見ればどっちが勝ったか一目瞭然でしょう。そんなことないです。
ちょびっとだけ、1ミリくらいだけニコ先輩の方が盛り上がってた気もしなくもないですけど、でもそれはニコ先輩が年長者だからです。はぁ、往生際が悪いわね。今回だけは花を持たせてあげてもいいですよ。あんなへんてこな振り付けはニコ先輩じゃないとできませんもん。なんですって。どっちが優れたパフォーマンスだったかあなたに決めてもらうわ。またそうやって適当なことを。そうね、ありがとう。そういうことを聞いてるんじゃないんだけど。でもあなたのそういうブレないところ嫌いじゃないわ。まったく、ライブ対決のはずが調子狂っちゃうわね。そうですよ。何かって何？ああ、これってもしかして。アンコール。仕方ないわね。アンコールでは二人の歌を響かせてあげるわね、かすみ。もちろんです。ジョイントライブなんて興味なかったけど、あなたのおかげで最高のライブができたわ。あなたがそばでサポートしてくれるとニコの魅力がさらに開花していくみたい。だからこれからもそばにいなさいよね。わかった？でしょ？ニコったら、ジョイントライブで完成された可愛さを手に入れてしまったんだもの。でも、次のビビのユニットライブは、かっこいいライブにするって話したでしょ？ニコちゃんにできるかしら？はあ、当然できますけど。そうね。ニコはこのままでも可愛くて魅力的だけど、もう少しかっこいい方に寄せてもいいかもしれないわね。しー、かすみ、来てくれたの？嬉しいわ。いや、あの、通りすがりです。でもかっこいいダンスで、エリ先輩もマキコもかっこよかったです。すでにかっこいいが出来上がってますよね。ありがとう。本番までにもっとクオリティを上げていくわ。かすみ、一番大事なニコニーの話がないじゃない。あんたちゃんと見てたんでしょうね。はあ、ニコ先輩いたんですか。いたわよ。どう考えたっていたでしょ。すみません、ビビって感じしなかったんで見落としてました。見落とすですって。エリ先輩とマキコはすごくかっこいいのに、ニコ先輩はかっこよさはみじんもないし、まあ可愛さはある気がしなくもないですけど。かっこよさはみじんもない。敵情視察しに来ましたけど、これくらいなら全然大丈夫そうですね。それじゃあかすみんは帰りますね。きー、悔しい。落ち着いていられるわけないでしょ。こうなったら誰よりもかっこよくなってエリとマキを超えてみせるわ。ニコならできるはずだもの。そう思うでしょ。
ありがとう。あなたにも手伝ってもらうからね。ええ、かっこよさも手に入れて、もっともっとパーフェクトアイドルになってみせるわ。ニコちゃん、熱くなりすぎじゃない？大丈夫？ニコなら大丈夫でしょ。かっこいいニコに期待してるわ。当然よ。かっこいいニコニーに会える日を楽しみにしてなさい。お疲れ。はぁ、ギク、気にしてなんかないわよ。そんなことないし。ニコはこんなもんじゃない。もっともっとかっこよくなれるはずなの。だってニコは一人じゃないもの。エリとマキがいてくれるんだから、ビビのニコならできるはずよ。ええ、だからそこにたどり着かないといけないの。ううん、大丈夫。これは練習を重ねるしかないもの。支えっていうより戦友って感じ。あなたのサポートもあるし、こんなことでへこたれていられないわ。ううん、大丈夫。これは練習を重ねるしかないもの。ちょっと、なんであなたが落ち込んでるのよ。ニコなら絶対にできるんだから。あなたはニコを信じて待ってればいいのよ。そうこなくっちゃ。あら、ニコだけじゃなくて君まで暗い顔してるの？ニコちゃんはまだかすみに言われたことを気にしてるの？そんなに心配しなくても、ニコちゃんなら大丈夫じゃない？君に見守られてるだけでも力強く思ってるはずよ。だからニコの近くにいてあげて。に相談したいことがあって会いに来たんだ。入れ違いにならなくてよかったずら。相談したいこと？なるほど。今度のライブのパフォーマンスで迷ってたのね。うん、マルはマルなりに頑張ってるつもりだけど、動画を見たら全然ダメな気がして。でも実際動画で見たら自分の思う通りにパフォーマンスできてなかったんでしょ。それは何とかしなくちゃ。うん、周りを押しのけるようなオーラを出してみるの。オーラ、そんなのマルには出せないずら。そんなことないわよ。出ないって思ってるから出ないだけで、出そうとすれば出るのよ。いい？自分の心構え次第でいくらでも変えられるの。今まで以上に真剣に取り組んでみなさい。みんなを引っ張っていく気持ちで前に出ていくのね。花丸ならできるはずよ。ニコさん、ニコさんがそう言ってくれると、マルもできそうな気がしてきた。
花丸にはやり遂げる根性があるし、それに花だってある。ちゃんと力を発揮できるように頑張りなさい。ありがとう。やっぱりニコさんに聞きに来てよかった。うん、それにかっこいいずら。かっこいい？花丸、今ニコのことかっこいいって言った？言ったずら。ニコさんは自分の軸がしっかりしててすごくかっこいいと思うんだけど、そんなことない？そんなことある、そんなことあるわ。こちらこそありがとう、花丸。まさかこんなことでかっこいいって言われるなんて。そう言われてみると、そうだったかもしれないわね。何言ってるのよ、そんな小さなことでくよくよしないの。ニコはかっこいい。そう、ニコったらかっこよかったんだわ。ふん、そうと分かればこっちのもんよ。ライブの準備に取り掛かりましょう。オッケー、任せなさい。はい、ニコニー。もっとニコがかっこよくなれる場所に来ればよかった。でもスクールアイドルのニコニーとしてのかっこよさとは違う気がするのよね。ニコはもっと気高く美しくエリとマキを導いてあげるようなかっこよさが欲しいの。だいたいあなたもちょっと考えてごらんなさいよ。あんたたち、今日はビビのライブなのよ。わかってんの？ニコニーは最高のオーディエンスに囲まれてこそ本気が出せるの。わかってるでしょうね。わかったら大きな声でニコニーのことを応援しなさい。なに？声が小さい。もっと大きな声でかかってきなさいよ。あんたたち、やればできるじゃない。最後まで最高に盛り上がること、そうしないと絶対に許さないんだから。誰よりも可愛くて愛されるはずのニコニーなのに、いくらかっこいいニコを見せたいとはいえステージ上でこんな姿は見せられないわ。あなただってそう思うでしょ。そうなの？あなたはいつもそうやって。本当？そういう考え方もありなのかしら。ニコだったらステージ上では完璧なニコニーを見たいと思うけど、あなたは違うのね。人間として、そんなに最高？
って言われるとちょっとくすぐったいわ。自分にはない理想の姿を探して身につけようと必死だったけど、あなたがそう言ってくれるなら信じられる。だってニコのことずっと見てくれてるもの。あなたを信じて新しいパフォーマンスに挑戦してみるわ。エリー、マキ、ライブの準備はできた？ええ、その質問、もう5回目よ。ニコちゃんったら、本当にライブが楽しみなのね。当然でしょ。早くニコニーのオーディエンスに新しいニコニーを見せてあげたいんだもの。ニコちゃんって元気ね。ユニットライブ直前で緊張したりしないの？するわけないじゃない。マキは少し心配していたのよね。いつものミューズのライブとは違うからって。そんなこと心配する必要ないわよ。ミューズはミューズだし、ビビはビビなんだから。違って当然、ビビだからこそかっこいいライブをやってみんなの度肝を抜くんじゃない。わかったわよ。ビビだからこそのライブやってみせるわ。すごいパワフルね。さすがニコだわ。任せなさい。最高にかっこよく決めるわ。だってニコたちはビビなんだから。でしょ。今日のニコさんはいつにも増してすっごくかっこよかったずらね、かすみちゃん。今日のライブは最高だったでしょ。かすみ、正直に言いなさいよ。まあそうですね。ニコ先輩もああいう表情とかするんですね。エリ先輩とマキコに負けないくらいかっこよかった気がしなくもないっていうか、ちょっとだけ悔しいです。今度はあんたたちを応援してあげるから頑張りなさいよね。はい、ずら。当然です。カスミンはニコ先輩よりもかっこいいステージをやってみせますからね。ニコったら、準備期間中はあれだけ迷っていたのに、本番ではあんなにかっこよく決めちゃうんだから。ほんと。まさか、あそこまでニコちゃんが引っ張っていってくれるとはね。エリとマキに負けないように、ううん、超えられるくらいになりたかったから。ビビだから、ニコはかっこよくなれるの。ありがとう。私たちも頑張らなくちゃね。ええ、ニコちゃんには負けてられないもの。ただの遊びだなんて思われたくないもの。スクールアイドルとしてみんなで高みを目指したいの。それならもっとニコのことをたくさん見ないとね。あなたはニコのことを理解してくれる人だから期待してるわよ。そうと決まれば次のライブに向けて頑張らなくちゃ。かわいいだってかっこいいだって手に入れたんだから、もっともっといろんなものを手に入れたいわ。ほら、行くわよ。早くしないとニコニーは先に行っちゃうんだから。
ちゃんとニコの可愛さとかっこよさを感じてくれたでしょうね。まだよ。ニコが次に手に入れるべきはセクシー。悔しいけど、ここは達人に教わろうと思うの。セクシーの達人？そんな言い方をされたのは初めてだわ。ニコちゃんは私にセクシーとは何か教えてもらいたいの？そうなの。カリンにもニコのキュートさを教えてあげるから教えてちょうだい。提案はありがたいけど、それは難しいんじゃないかしら。なんで？だってニコちゃんと私だとスクールアイドルとしての方向性が違うと思うの。それはそうかもしれないけど、ニコちゃんにはニコちゃんの魅力があるし、他のものを今から身につける必要はないんじゃないかしら。身につけた方がもっとパワーアップできるでしょ。カリンだって新しい魅力を身につけたいと思わないの？新しい魅力ね。私は今自分が武器としている魅力を磨いていく方がいいと思うけど。ごめんなさい、この後雑誌の撮影があるからもう行かなくちゃ。あなた、そういう風に思ってくれてるのね。あなたってニコのことをいつも信頼してくれるのよね。そういうところ好きよ。二人の言いたいことは伝わったけれど、ごめんなさい、今回はパスさせてちょうだい。それじゃあまた今度。カリン！いやよ、無理だと言われて、はいそうですかと引き下がるわけにはいかないんだから。向上心があるって言ってほしいけど、あなたがいてくれるのは心強いわ。カリンの考え方を変えてみせるんだから、カリン覚悟してなさいよ。はあ、あなたも、あなたもカリンの言う通りだと思う？ニコがセクシーを手に入れるのは諦めた方がいいと思う？そうよね。ありがとう。なるほどね。そういう考え方も確かにあるわね。もう一度カリンと話そうと思うの。まだニコの気持ちを伝えきれていない気がするから。あら、二人とも、どうしたの？カリンと話をしに来たわ。まだニコのことを分かってもらえていないみたいだから。ニコちゃんがセクシーさを学びたいっていう話？あの話はもう終わったと思うけれど。いいえ、終わってなんかいないわ。カリンの方こそセクシーに大事なものが足りない。見せかけのセクシーだわ。見せかけ？だって人の心をつかむのはカリンよりもニコの方が得意だもの。
言ってくれるわね。私にセクシーさで勝てる。ニコちゃん、そこまで言うからにはきっちり勝負をつけないとね。望むところよ。かかってきなさい、カリン。見せかけのセクシーだなんて、ニコちゃん言ってくれるじゃない。ふん、反論があるんだったらセクシーさで勝負しましょうよ。勝負内容はカリンに決めさせてあげるわ。そうね。それじゃあ、人の心をつかむようなセクシーなポージングでどうかしら。いいわよ。ニコにできないことなんてないんだから。当然、あなたが勝負の進行役をやってちょうだい。ニコから行くわよ。ニコニコニー。いつだってセクシーなニコニーがそばにいてあげる。ニコちゃんもなかなかやるじゃない。でも私ならポーズで全て表現できるわ。ほら、こうやって。そんなポージングずるいわ。そもそもポージングだなんて、読者モデルをやってるカリンの方が有利に決まってるじゃない。ほら、勝負内容を決めていいって言ったのはニコちゃんじゃない。セクシーさだったら負ける気がしないわ。くー、悔しい。当たり前でしょ。ニコニーは可能性の塊なんだから。落ち込んでなんかないわよ。むしろ燃えてきたわ。たまたま偶然今回はカリンの方がセクシーだっただけの話でしょ。ニコニーに敗北は似合わないもの。何度だって挑戦して絶対にカリンに勝ってみせるわ。さすがニコちゃんね。私も楽しくなってきちゃった。また明日勝負しましょうよ。あ、ちょっとカリン？大丈夫。ちょっとめまいがしただけで。めまいがしただけって大問題じゃない。睡眠不足とかじゃないでしょうね。ご飯はちゃんと食べてるの？睡眠不足ってことはないわ。それに撮影前の食事制限だっていつものことだし、全然平気よ。信じられない。自分の大事な体なのに何考えてるのよ。ニコちゃん？カリン、今からニコの家に行くわよ。これは命令だから。おいしい。野菜たっぷりの雑炊よ。体に優しいものにしたからたくさん食べなさい。すごく優しい味。こういう温かい食事最近食べてなかったかも。そうなの？読者モデルなんだからもっと自分の体の声を聞いてあげなさいよね。ええ、二人のおかげよ。次はもっとボリュームのある食事をたくさん作ってあげるから、いつでも来なさいよね。ありがとう。ニコちゃんって魅力的ね。
何よ急に。ニコちゃんのスクールアイドルとして完璧を求める姿勢や思い切りのいいところはもともとすごく魅力的だと思ってたわ。でも今回こうやって助けてもらって、まだまだ私の知らないニコちゃんの魅力があるのかもって感じたの。当たり前でしょ。ニコニーには数えきれないほどの魅力があるし、もっともっと身につけるんだから。そうね、もしかしたらニコちゃんならセクシーな魅力も引き出せるのかも。当然、次こそセクシーなポージングでカリンに勝ってみせるわ。だから早く元気になりなさいよ。ええ、私も万全の体勢でニコちゃんと勝負するわ。次も負けないから。そうね、これからはもっと自分の体を大切にしてくれるといいんだけど。ちゃんと食べて寝れば大体のことはなんとかなるのよ。あなたも気をつけなさいよね。ふふん、よくわかってるじゃない。セクシーって認めさせられなかったのは悔しいけど、ニコニーの秘めたる可能性は感じてもらったわけだし、まあいいわ。何よりカリンに笑顔が戻ったわけだしね。そうだ、あなたは元気なんだからもっと食べられるでしょ。たくさん作ってあるんだから一緒に食べなさいよね。いらっしゃい。まったく、昨日の今日でもう来るなんて思わなかったわ。ダメとは言ってないでしょ。家にあるもので簡単に作っちゃうから、ちょっと待ってて。お待たせ、一緒に食べましょう。ニコの特製オムライス、たっぷり召し上がれ。大事なのは相手を思うこと。どうやったら美味しく食べてもらえるか、どうしたら元気になってもらえるか想像するの。ニコはご飯を美味しそうに食べる人が好きよ。あなたは合格ね。ニコのハートを受け取ってくれてありがとう、ニコ。よかった、心のこもった料理は元気の源なのよ。幸せになる魔法をかけてあるニコ。ふふん、またニコの魅力が一つ明らかになったわね。よくわかってるじゃない。カリンにも言っておいてよね。お料理で相手の胃袋を掴んでしまえばこっちのもんね。あなたのパンって何が？え、うちで作るの？仕方ないわね。じゃあニコも手伝ってあげる。しっかりニコのことを思って作りなさい。たまにはこういうのもいいかもね。ねえ、あなた夏の予定は？はあ、
夏なのにそんなことでいいの？そんなのは当たり前でしょ。ニコは幸せの象徴なんだから。あなたが照れるようなことを言うからじゃない。もう無自覚なんだから。とにかく夏がニコを呼んでいるの。一緒に夏を楽しむわよ。あら、怖いなら一緒に滑る？任せておきなさい。何が恥ずかしいのよ。さっさと行くわよ。準備はいい？行くわよ。向こうで休憩しない？カフェがあるみたい。ニコはニコみたいにふわふわで優しい味のパンケーキが食べたい。トロピカルガールですって？本当ね、ニコのために存在するような称号じゃない。応募するわ。ニコがこの夏トロピカルガールになるのよ。ニコ、ニッコニッコニー。ちゃんと可愛く撮ってくれたでしょうね。はん、全然ダメね。トロピカルガールグランプリの応募写真なんだから、もっとトロピカルガールって感じの写真を撮ってくれなくちゃ。ニコニーの持つ輝きが写真から溢れ出すように撮ってほしいの。これじゃニコニーが地味な子みたいじゃない。確かに言われてみるとニコニー自身は最高にキュートね。じゃあ背景が地味なんだわ。素敵だからこそよ、このポテンシャルをもっと活かしてほしいって感じるのよね。写真を撮るときの小物とか背景とかライトアップとか、もっと思い出に残る空間だったらいいのにって。スクールアイドルも一緒じゃない？それぞれのポテンシャルを生かすのが大事なんだもの。そうよ。おかしい？ニコニーならこの場所をもっと輝かせることができると思うの。でしょ？ニコニーならプールリゾートの魅力ももっと引き出せるはずニコ。改造はさすがに無理よね。何か他にもアイディアが見つかるといいんだけど。場所を変えちゃうくらいパワフル。これはもらったわね。もちろん。そうだ、これから本番の舞台に立つニコニーに何か言っておきたいことはある？
よくわかってるじゃない。と言っておきたいことはある？オッケー、ニコニーが最高に輝くトロピカルガールになってみせるわ。それじゃあ行ってくるわね。グランプリを取ってくるから、あなたは大船に乗ったつもりでいなさい。ニッコニッコニー、みんな今日はニコニーに会いに来てくれてありがとう。ニコニーはここが世界で一番、宇宙で一番最高なプールリゾートになるように考えてきたの。花の冠に大きな浮き輪にユニコーンのフロートでしょ。可愛い写真をたくさん撮りたくなる映える空間作りでしょ。それに時間ごとに違うライトアップをして一日中新鮮な気持ちで楽しめる場所になったら素敵だと思わない？カフェにはパッションフルーツを添えたニコニコパフェを用意するわ。かわいい上に美味しい完璧なスイーツなの。ここでしか作れない最高の夏の思い出を作りましょう。ニコニーはみんなの思い出作りを応援してるニコ。そうでしょそうでしょ、ニコなら誰よりもここを素敵な場所にしてあげられるもの。嬉しい、ニコを選んでくれたこと絶対後悔させないわ。誰にとっても欠かせない存在、それがニコニーなんだわ。トロピカルガールニコニーと一緒にあなたも最高の夏にするわよ。職業体験？確かにニコが働く姿が見られるなんて貴重な機会だものね。ニコニーなら何をやらせても完璧にできちゃうと思うけど、女優さんとかやってほしいっていう声が多いかもしれないわね。なら、だって図書館よ、地味地味すぎるわよ。そうよ、ニコはもっと華やかなお仕事が似合うでしょ。女優さんとかモデルとか CA とか、ほらニコニーに似合いそうなお仕事がたくさんあるじゃない。たまに行くわよ、料理のレシピを調べたりするもの、エッセイを借りたりすることもあるし。そりゃ嫌いじゃないけど、だからって宇宙ナンバーワンアイドルがわざわざ職業体験で行くところじゃないでしょう。あなただってもうちょっと考えなさいよ。ニコニーがもっと映える場所山ほどあるんだから。カウンターでのコミュニケーションってこと？なるほど、それはファンサービスとしてありかもね。確かにニコニーは愛するオーディエンスのみんなに直接声を届けるいい機会かもしれないわ。確かにオーディエンスが上げてくれた声を無下にするわけにはいかないわね。そんなにみんなニコニーと図書館でコミュニケーションしたかったのね。
いつだってオーディエンスのみんなの気持ちに応えるのがスクールアイドルだもの。よし、行くわよ、図書館に。ニコニーが最高の職業体験にしてみせるわ。はい、こちらの本は2週間の貸し出しになります。こんにちは、本のご返却ありがとうございます。当たり前でしょ。ま、あなたが頼もしい助っ人を呼んでくれたおかげでもあるけど。図書館のことなら何でもマルに聞いてほしいずら。それにしても思ったより図書館のお仕事って大変。本は重いし地味だし、花丸がいなかったらきっと困ってたわ。そりゃ華やかさはスクールアイドルとは比べ物にならないずら。でも図書館っていうのは大事な大事なところなんだよ。花丸、そうね、花丸が大事にしてる図書館をニコも大切にしなくっちゃね。本を探してるんですって。子供の頃に読んで感動した児童書を探してほしいって。竜が出てくるっていうことと緑色っぽい表紙っていうことだけなの。タイトルもわからないのにどうやって探せばいいのかしら。ふむふむ、利用者さんの年齢とかは聞いた？年齢は聞いてないけど、そういえばもう40年も昔のことだって言ってたわ。じゃあ発売されたのがこのくらいの年代かな。児童書で竜かドラゴンがあらすじに含まれるもの。この本なんてどうかな。ニコさん、書家から持ってきてくれる？オッケー。すごーい、まさにこの本だってすごく喜んでもらえたわ。本を探すことでこんなに喜ばれるなんて魔法みたい。ふんふんふん、これが図書館で働く人のすごさじゃん。図書館なんて地味だし、ニコにはもっとふさわしいお仕事があると思ってたの。でも思った以上に図書館って素敵なところね。ここで職業体験できてラッキーだったわ。いつだってニコニーは素直で愛らしいでしょ。最初は地味で似合わないって思ってたけど、今はそう言われると嬉しい。ニコ、二人の力を借りればニコはこの図書館でもっと輝ける気がするの。一緒に頑張りましょう。ニコたちのおすすめの本？いいアイディアずら。でもどの本にするか迷っちゃうな。ニコが好きなのは今日のお天気ご飯っていうエッセイ。空の写真と美味しそうなご飯のレシピがたくさん載ってるの。天気がどんなに悪い日でも美味しいご飯を食べて心が晴れていれば超ハッピーって教えてくれる本なのよ。本の足跡っていう小説がおすすめかな。辛いことがあった時に図書館で静かに過ごすことが心の支えになるような本ずら。
面白そうだけど、紹介するのはもっと明るいのがいいんじゃない？落ち着いた気分になりたいときはこういう本がいいんだよ。本っていいなってしみじみ感じられて最高ずら。へえ、そういうのも面白いかも。花丸がそこまで褒めるなら読んでみたいわね。そこでニコたちが新しい本との出会いをプロデュースするってことね。面白いじゃない。いい紹介文が書けたずれ。ここに二人が書いた模造紙を貼ってみてどうかな。ダメ、全然目立たないじゃない。もっと目立つ展示にしなくちゃ。通りがかった人が思わず足を止めるくらいインパクトがないといけないの。だってそれがニコたちに求められているものだから。ふふん、ニコのことよくわかってるじゃない。だってそれがニコたちに求められているものだから。うんうん、ニコにはみんなの期待を絶対裏切らない。ニコ、そうね、本の展示だから本の形に切り抜いてページをめくるようにしてみるのはどう？わあ、それは良さそうずら。でしょ？ニコたちが図書館を代表しておすすめするんだから、たくさんの人に見てもらわないとね。これでみんなニコたちの展示のところで足を止めてくれるに違いないわ。とびっきり見応えのある展示を作るわよ。おかしいじゃない。だってニコにおすすめの本を借りてく人が全然いないの。でも今だって貸し出し中じゃないし、ニコニーがおすすめする本にみんな飛びつくと思ったんだけどな。ニコさん、借りていく人が少ないからってその本の魅力が損なわれるわけじゃないずら。本との出会いは人それぞれだよ。いつか誰かに届くかもしれないし、気長に行こうよ。花丸が言うことにも一理あるけど、それでもニコの宣伝不足かもって思うと悔しいわ。せっかく気合を入れて本の展示を作ったのに。そう、朝食パンケーキがすっごくかわいいの。でしょ？今度うちに来なさいよ。ニコが作ってあげる。そうね、試してみましょう。ホットケーキミックスがベースだから誰でも簡単に作れるはず。砂糖と卵を多めにしてるから黄色くて可愛らしい見た目になるのよね。うん、これで朝食パンケーキの完成よ。二人とも食べてみて。うん、おいしいずら。こんなにおいしいレシピがエッセイに載ってるなんてびっくりだね。今すぐ展示内容を追加するわよ。これはもらったね。
さん、すごいずら。本って強く紹介する必要はないって思ってたけど、いい本を積極的に紹介するのっていいことだね。でしょ？いいものはいい。みんなに伝えていかなくっちゃね。そうなの？面白いじゃない。本を読む喜びって読み聞かせで伝えられるかしら。ニコの腕の見せ所ね。僕は君のことが嫌いだ。君も僕のことが嫌いだったはずだ。でも今日から僕たちは友達だ。これからはずーっと一緒だよ。はい、おしまい。みんなどうだったかしら。そうでしょ。私たち人間は考え方を変えることができるの。素直になればまた新しい関係が築けるはずよ。どんな本でもいいから、これからも本を読んでみて。いつどこで役に立つかはわからないけど、きっと自分の成長につながるから。自分だったら選ばない本と出会える場所が図書館なの。いつでも図書館がみんなを待ってるわ。マルも感動しちゃったずら。ニコさん、本を読む才能があるのかも。ありがとう。子供たちが図書館に通ってくれるようになったら嬉しいわ。ニコ自身、図書館に行く回数がすごく増えたの。お仕事がない日も何度も本を借りに来たわ。知恵が得られるだけじゃなくて、新しい考え方を知ったり、笑ったり泣いたり、本を読むことでどんどん新しい自分になっていくみたい。そうなの。ニコニーはいつでも可能性の塊だから。どういたしまして。乗せるって何を？あ、これってニコと花丸の紹介？うわー、丸たちのおすすめの本の紹介文も載ってるぜ。もちろんやるわ。図書館にはニコニーが必要だろうし、それにニコニーにも図書館が必要だから。マルもやるずら。図書館が地味だなんて言ったのは誰よ。最高の場所じゃない。みんな図書館で人生を輝かせましょう。ええ、絶対最高のライブにするんだから。そのためにも今のうちにミューズのみんなにガツンと言ってやらなくちゃ。ニコちゃん、用事って何？ライブのことかな？ライブに向けてそれぞれに伝えたいことがあるの。ちゃんと聞きなさいよね。まずはほのか。はい。ほのかのやるって決めたら一直線なところ、すごく最高だから、これからもそれでいきましょう。ニコちゃん、うん、ありがとう。小鳥と海はほのかに頼るんじゃなくて、自分の気持ちをパフォーマンスに乗せることができるようになったわね。ニコちゃんは私たちのことよく見ていてくれてるんだね。
嬉しいです。今度のライブでも自分らしさを出したいです。逆にエリとのぞみはようやくニコたちを頼ることができるようになったわね。最高学年だからって一人で抱え込まないようにね。ニコにはかなわないわね。頼りにしてるわ。ニコっちは本当にハートがあったかいからな。マキと花代とリンはそれぞれのパフォーマンス力が強くなってきたわ。オーディエンスを引きつけられるようになったわね。ニコちゃん、ありがとう。にゃー、照れるにゃー。ニコちゃんがこんなに褒めてくれるなんて初めてじゃない？ニコちゃんに褒めてもらえるとこんなに嬉しいんだね。ライブに向けてもっともっと頑張らなくちゃって思う。これってお世辞じゃないから、本当に思ったことしか言ってないんだからね。みんな最高のライブにするわよ。まだまだ上を目指せるはず。頑張るわよ。おあなたに教わったことをニコもミューズのみんなにしただけよ。今まであなたがいつも褒めて励ましてくれたおかげで、ニコはより強く、より可愛いスクールアイドルになれたの。もう、そういうところよ。あなたには感謝してもしきれないわ。ニコの伸びしろは無限大だから。いつでもウェルカム、ニコ。ありがとう。ニコもあなたに伝えたいことが山ほどあるけど、伝えたい気持ちは全部ライブに込めるわ。だってニコニーはスクールアイドルだもの。ニッコニッコニー、みんなお待たせ、ラブニコ。大銀河宇宙ナンバーワンスクールアイドルのニコニーニコ。ニコたちは自分にしかないもの、誇れるものを探してきたわ。自分ならではのナンバーワンを手に入れることで強くなれた気がするの。みんなに見てもらいたくてミューズのみんなで頑張ってきたわ。ミューズ全員がナンバーワンになることで、みんなでもっとすごいところに行けるニコ。ライブで最高に輝くミューズを見て。いつまでもみんなの視線を釘付けにしちゃうから。